さあ皆さん、同志社大学行ってみたいと思います。今までのですね、同志社大学の動画をいくつかですね、配信させていただいてるんですが、皆さん中心は、単語熟語の問題、下線部説明、空小十問題、こういう、設問に対する動画が中心でした。でもちろんそれを中心にしたのは、やはり苦手。この辺ですね、苦手だっていう方が実際たくさんいらっしゃるんじゃないかっていうのと、あとはやっぱり視聴時間ですね。あまり長すぎると皆さんご覧になっていただけないという可能性もありましたので、なるべく最優先というところでこの3つを中心にやってきました。そして皆さん、内容1問題同士はあるんですが、もちろんこれは他の大学でも代用はできますし、そして並び替え問題ですね、これもこれやだちとスタディでですね、まとめて配信済みでございますので、となってくると皆さん、あと足りないのは和訳であろうというところで、今日の動画はですね、この和訳を中心に2台いってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、1台目でございます。まずこのいつから始まる文章ですね、頑張って和訳をお願いいたします。さあ皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、該当箇所と模範解答ですね、書いてみましたので、皆さん、ちょっとこれをご覧になりながらですね、進めさせていただけるとよろしいかと思います。で、まず一番出だしが、It's important ということで、もちろん、is の短縮形でございますので、ですから、前後は SVC ということでよろしいかと思います。で、もちろん、この it は何を指しますかと言われたら、後ろにざっと説ありますよね。皆さん、ご存知かと思いますが、後ろ to 不定詞とかざっと説を指す。そういう場合に、仮主語の it というふうに呼んでましたね。ですから、これは後ろのざっと説を指すはずだ。ですから、皆さん、一応それを踏まえて、和訳の方は後で進めますね。で、皆さん、ざっと説の中、じゃあどうなってますかっていうと、ノーマザーインタープリット、点点点ですね。で、皆さん、もちろん、インタープリットと言われたら、解釈したよー、なーにょー、ということですので、他動詞。ですから、these results 目的語。で、皆さん、後ろは as criticism、もちろん前置詞プラス名詞で全体で M でいいんですが、皆さん、動詞の右側にですね、皆さん、as がくっついておりますので、おそらく皆さん、こういう感じで、皆さん、インタープリート A as B ですね。で、有名どころで言うと皆さん、regard A as B とか、think of A as B と同じパターンでございますので、A を B だとインタープリート解釈するという感じになるかと思います。そして、皆さん、if のところどうなってますかっていうと、もちろん彼女は主語。で、もちろん誰ですかと言われたら、ちょうど皆さん手前にお母さんですね、母親おりますので、この人物を指しているというところでよろしいかと思います。そして、didn't exercise 動詞で、で、皆さん、あとは m になってるだけですよね。皆さん、マッチ、副詞。そして、during pregnancy も前置詞プラス名詞でございますので、まあ、このあたりは全体で M という感じでよろしいかと思います。こうですね。で、構造は大体こんな感じでございますので、あとは訳す順番ですよね。で、もちろん出だしの it's important の it は、このざっと説点点点ですので、この緑のところを訳すのはかなり最後になってくるかと思います。で、この青色とオレンジのところですが、皆さん、おそらく皆さん、もし、点点点、このオレンジのところから、最初訳し始めたんじゃないかなという感じがいたします。で、主語がなるべく最優先でございますので、訳し始めるのは、このあたりが一番目だろうということです。そして、皆さん、前置プラス名詞なんかはいろんな動画ですでにお伝えはさせていただいてるんですが、もう基本的にもう右側から左側に訳し上げていただけると綺麗に決まってきます。ですので、このあたりが2番目。そして、こういう感じですよね。で、このオレンジのところを訳し切っていただいた後に、この青色のところでよろしいかと思います。で、先ほどもお伝えしましたが、動詞プラス A as B というのは、A を B とみなす。A を B と解釈するということでございますので、ですから A にあたるこのあたりが4番目。それを B と解釈するという感じでよろしいかと思います。
で、ここで皆さん青色のところを訳し切った後に、最後は緑のところで締める感じになってくるかと思います。こういう順番ですよね。で、皆さんこれでちょっと直訳してみると、もし母親が、お母さんが妊娠中にあまり運動していなかったら、これらの結果を批評、批判、非難ですね。として、解釈。で、皆さん、ノーマザーということで否定されておりますので、これらの結果を批判と解釈しなくてもいいんですよ。解釈しないんですね。それが重要です。というような感じでいいんですが、この日本語をご覧になって、なんかピンときますよね。if の訳し方、今、うにゃうにゃしていなかったな、と訳してみましたが、これ皆さんなんか不自然な感じはしませんかね？で、皆さん気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと皆さんこのオレンジのところ行きません？で、皆さん if のところを C…と眺めていただきますと、皆さん didn't ございますので、皆さんマイナスですよね。否定でございます。で、皆さんあと青色のところを皆さんご覧になっていただきますと、まずクリティシズムは批評とか非難でございますので、これ皆さんどっちかというとマイナス表現です。ただそのマイナス表現がのって感じで否定されておりますので、結局皆さんマイナスとマイナスでプラスになるんですよね。こんな感じでございます。ですから if の左側、この青色のところはプラス、そして if の右側、オレンジのところはマイナス。ですから if を挟んでですね、プラスとマイナスで反対になってるんですね。で、皆さん、ちょっとここの右側、このあたりまとめてみましたが、今回は A、if、B という感じでいいかと思いますけども、皆さん、A と B がですね、こういう感じになってるんですね。つまり、対比の関係でございます。で、皆さん、普通我々はですね、if を見たら、やっぱりもし、うにゃうにゃすれば、というふうに訳してしまいがちなんですが、ただ、今回のように、皆さん、肯定と否定、前後は反対、対比の関係になっている場合には、もし、うにゃうにゃというよりかは、この訳し方がバッチリなんですね。たとえ、うにゃうにゃでも、という感じで対比の関係。逆に言うと、この訳し方をしっかり出せてるかどうかを皆さんは試されてるんですね。ですから、皆さん、if が出た場合ですね。特にも本当に if が出た場合、前後が肯定否定反対になってるんではなかろうか。という感じで皆さんちょっと注目していただけるとよろしいかと思います。その可能性が高いですからね。ですから、対比の関係、これを意識している受験生が少ない分、意外と結構狙われますからね。ですので、おすすめでございます。ですから、どういう訳し方がバッチリですかと言われたら、if、もしじゃなくて、たとえ、彼女が、つまりお母さんが、母親が、妊娠中に、あまり運動していなかったとしても、これらの結果を批評、非難として、解釈する必要性はないですよ。解釈しないでね、ということですね。で、その解釈しないことが重要だということでよろしいかと思います。ですので、黒板の左側、あまり運動をしていなかったとしても、という感じで、まとめていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、続いての和訳はこの if から始まる文章なんですが、皆さん注釈ヘクタールでございますので、これを踏まえてお願いいたします。さあ、行ってみたいと思います。該当箇所と模範解答ですね、下に書きましたので、ちょっと皆さんこれをご覧になりながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。まず出だしですが、if the EU ということでございますので、もちろん主語。そして were to recycle で、皆さんリサイクル動詞でいいかと思いますが、先ほどの問題と同じようにですね、リサイクル動詞の後ろに A as B という感じになっております。
ですから、こんな感じでございますので、皆さん A を B だと、まあ、今回はリサイクルですから再利用するというような感じの順番でよろしいかと思います。で、あと皆さん、その後ろにですね、前置詞プラス名詞がくっついておりますので、まあ、これもいつも通り全体で M という感じでよろしいかと思います。文型に関係のない部分でございますので、修飾語ですよね。そして、その右側にまた SV 出ておりますので、ちょっと色分けさせてくださいね。で、this と spare ということで、spare は直訳すると、柵ですね。咲いたよー、なーにょーということですから、他動詞。で、皆さん、その右側、目的語で、皆さん、これは前置プラス名詞でございますので、全体で M ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、訳す順番ですが、皆さん、これは先ほどの問題に比べるとですね、非常にわかりやすいかと思います。で、もちろん主語が、まずは1番目。そして、動詞プラス A as B。A を B だと、点点点ですので、ですから皆さん、このあたりが2番目。そして、この B のところにですね、皆さん、後ろから M、M ということで説明かかっておりますので、ですから皆さん、いろんな動画でお話はさせていただいてるんですが、皆さん、M は右側から左側、こういう感じですよね。訳し上げていっていただけると、綺麗に日本語が決まってきますので、ですから皆さん、フードウェイスと2番目の後は、このあたりが3番目になると、多分綺麗に決まるはずです。そして、4番目。そして皆さん5番目という感じで訳し上げてきていただけるとバッチリです。で、最後に再利用ということでいくとうまいこといくはずです。で、あと皆さん青色のところでございますので、主語のところが最優先で7番目。そして皆さん動詞はなるべく後回し。で、皆さん M がございますので、右側から左側ですよね。ですから、主語の後はこのあたりですかね。で、それを皆さん、動詞に向かって訳し上げてきていただけると綺麗に決まってくるはずです。では、皆さん行きますね。もし EU がフードウェイスと食料廃棄物、食品廃棄物を東アジアのステイツですね。もちろん州という意味もありますが、まあ東アジアには、ね、州はないですからね。じゃあ国家かって言うと、皆さんこれ S ついておりますので、やはり諸国というふうに決めていただくのが綺麗かと思います。ですから、その東アジア諸国とセミラー率、同じような似たような割合、率で、ピグフィード、豚の餌ですね。豚の飼料という感じでもいいかと思いますけども、そういうふうに リサイクル、再利用すればって感じですね。で、this ですから、このおかげで、これによって、グローバルファームランドですから、全世界の地球規模の農地ですよね。それの180万ヘクタール。それを割くことになりますよ、というのが直訳ですが、結局皆さん、豚の飼料、豚の餌に使えるので、180万ヘクタールが浮くんですよね。ですから、こんな感じでございます。節約することになるだろうというような感じで訳し下げていただいてもよろしいかと思います。